エンゼルスは大谷翔平を残留させるつもりがあるのだろうかそれとも電撃トレードを考えているのか15日米メディアジアスレチックが エンゼルスが大谷翔平とキャンプ終盤に契約延長交渉していたと報じた。ジアスレチック、ケンローゼンタール記者によると、交渉は非公式で行われたという。エンゼルスは、大谷を引き止めるためには、メッツのマックス・シャーザー投手の年平均4330万ドル、約56億3000万円を超える史上最高額のオファーが必要であることを理解している。 しかし、FA 市場で提示されるような長期契約はためらっていると伝えた。ロサンゼルスタイムズのディジオ版な記者は、二刀流選手の前例がないので、相場は合ってないようなものだ。年俸5000万ドル、67億円の3年、もしくは4年契約と、エンゼルスが提示するであろう具体的な条件を口にした。この条件であれば、 来シーズン以降、向こう3年間は、マイク・トラウト、アンソニー・レンドン、ライセル・イグレシアス、大谷の4人の年俸総額が約1億3500万ドル、約181億円に達する。贅沢税上限の年俸総額は、2023年が2億3000万ドル、約310億円、24年は2億3300万ドル。 約312億円。25年は2億3700万ドル。約317億円だ。当然上限額を超えると贅沢税がかかる。エンゼルスが、そのペナルティを払わない方針を撤回しない限り、残り約1億ドル。約134億円で、残る36選手の年俸を賄う必要が出てくる。 モレノオーナーは2003年にディズニーグループからエンゼルスを買収していこう。贅沢税の上限を超えたのは一度だけだ。MLB.com のレッド・ボリンジャー記者は贅沢税上限の範囲内に留めることは不可能ではないが優勝を狙う戦力を揃えられない。ノア・シンダーガードとの再契約は諦めた方がいいと語っている。やはり、 レンドンの3850万ドル、26年まで約51億6千万円、イグレシアスの1600万ドル、25年まで約21億4千万円の負担が重い。もちろん、大谷が FA になるのは、23年のオフなので、契約延長を先延ばしすることも可能だが、FA になる前に契約延長の話がまとまらなかったら、 エンゼルスは諦めるだろうとロサンゼルスタイムズのディジオ版な記者は指摘するユニバーサル DH でナショナルリーグの獲得も可能になった FA になったらエンゼルスは不利になるだろうとも今シーズンからナショナルリーグにも DH が導入され大谷はナショナルリーグのホームゲームでもスタメン出場できるようになったそれはメリットである一方 ナショナルリーグのチームが、大谷を獲得する際の障害を取り払うことにもなった。ボリンジャー記者も、ヤンキース、レッドソックスだけでなく、ドジャースやメッツ、ジャイアンツも大谷獲得に参戦する可能性がある。資金力以上に、彼らには、ワールドシリーズ制覇を目指すというチーム力がある。エンゼルスとしては、 来年の開幕までが勝負になるだろう。もし合意できなければ、エンゼルスが来年のトレード期限、7月末までに大谷をトレードするのではないかとも予想している。今シーズン、エンゼルスがプレイオフに進むのなら、契約延長の確率が高まる。しかし、一方でチーム全体の年俸総額をどうコントロールするのか。 という課題が浮き彫りとなる。チームがこのまま失速すれば、そもそも大谷との契約延長の可能性は低くなる。漏れのオーナー、ミナシアン GM が、市場で適正と思われる条件、年俸、契約期間を提示するつもりがあるのかが、疑問ではある。大谷の価値が最高に高まったところでトレードを仕掛け、主力投手、 プロスペクトを獲得することを考えているのではないだろうか。